米国女子ツアーを主戦場に戦う勝みなみが自身のインスタグラムを更新。7月1日に誕生日を迎えると、今年も渋野ひな子がお祝いしてくれたことを投稿した。26歳、怪我なく自分らしく頑張ります。と、これからの1年に向けた気持ちを綴ったかつ。そしてハッシュタグを添えて、今年も渋子がお祝いしてくれました。2年連続ありがとう、と記るし。 先週の二人一組で戦う、ダウ選手権、でもペアを組むなど、共に米国ツアーで戦う二人の仲の良さを感じさせた。投稿では、26の数字をデザインした金色のキャンドルが立てられたカラフルなバースデーケーキのアップ。勝ちはそのケーキを手に、渋野は、ハッピーバースデーとプリントされたバルーンを手にしたツーショット。 そして二つのバルーンを持ち満面の笑顔を浮かべるカツの写真が公開された。カツが着ているのは、大好きな阪神タイガースが昨年、38年ぶりに日本シリーズを制した記念の T シャツだ。この投稿には女子プロゴルファーの三ヶ島かな、長井かなをはじめ多くのファンから、おめでとう、の祝福コメントが殺到。そして、素敵な一年になりますように、 せめてせめて攻めまくって最高峰ゲットお願いします。ナイスな T シャツ着てますね。などの声も寄せられていた。次戦は11日にフランスで開幕する海外メジャー第4戦、アムンディ・エビアン選手権に参戦予定。昨年から参戦している米国ツアーでは、トップ10には入るものの、優勝経験はまだない。ファンは快挙の達成を期待しながら、 次戦はフランスに向けて声援を送る。